七五三やるんだって。あ、袴を履いたらさ、優がさ、無事三歳になりました。言ってごらん。無事三歳になりました。無事3歳にはちょっと難しいかな。皆様にありがとうを申し上げますって言うんだよ。それは何のお話？七五三。七五三って誰？ゆう。3歳と5歳と7歳でなんかお祝いをするっていう。どうやってするの？神社っていうところに行ってありがとうございましたって神様に言うっていう。神様？なんで？いやちょっとママもそれなんでか分かんない。丈夫に。そう、3歳まで育ったでしょ、ゆうが。昔はね、小さい子がね、よく死んだの、途中でね。病気か。病気になってね、うん、だから3歳までゆうくんが病気で死なずに生きてくれたから、ママたちがゆうくんにありがとうっていうの。別に神様にありがとうじゃ私はない、ママは違うと思うんだ。うん、そうだよね。でもさ、そうだよね。生後3ヶ月でさ、RS になったんだよ、ゆうは。それで入院した時はびっくりしたね。でもそういう病気に打ち勝って、うん、打ち勝って優くんがここまで大きくなったから、うん、あ、3年間どうもありがとうってママとパパが優くんに言う日なの。よく病気にも打ち勝ったね。そう、打ち勝ってない。打ち勝った、打ち勝つ。病気をやっつけた、やっつけたってこと。 RS の時に驚いたね。びっくりしたね。びっくりした。3ヶ月で R1 じゃないよ。R1 じゃないよ。RS っていうね、うん、流行病にかかったの。R1!